やってた。伝わってきます。同じ趣味って最高だね。本当に最高ですね。最高。ヤッホー、日向坂46の加藤志穂です。小坂奈緒です。今日はなんと2人でユニバーサルスタジオジャパンに来ました。来ました。イエーイ。嬉しい嬉しい。今はなんと、はい、パーク内に入る前のお店に来てるんですけど、はい、お店なんですけど、ここでは似合う身につけるグッズを選んでもらえるということで、はい、今から選んでもらいたいと思います。いきます。結構シックなお洋服だと思うので、はいはい、このスヌーピーのゼブラ柄のうわラケットハットはいかがでしょうか。いいですね。攻めてて。キティちゃん、下のキティちゃん、ああ茶色のものがキティちゃんになって、ギャル。すんごいギャル。ちょっと待って。いいですね、すごい。え、めっちゃいい。大丈夫かな、心配になってきた。めちゃめちゃ可愛いんですよ。本当にヒョウ柄大好きなんだけどさ。そうなんですね。大好きなんです。あ、そうなんですね。中学校の時筆箱のヒョウ柄でした。はい、すごい。ねね、ヒョウ柄あった。ヒョウ柄、ヒョウ柄ありました。よいしょ。あ、可愛い。カチューシャの部分が、うん、はい、あ、確かに、ね、白だから。もしこれもありですかね。その子もありだと思います。悩んできました。じゃあこれにしよう。じゃあ2人ともじゃあスヌーピーで。はい、スヌーピーで合わせていきましょう。早速行きましょう。行きましょう。ユニバー行きます。入ります。入りました。うわー、最高。まあ、しちゃいました。しちゃった。見て、サインありますよ。しかもコナン君とアイちゃん。いや、そうですよ。私の相方頑張って。私、影山さんの謎解きしか経験したことないからさ、はい、初めてなのよ、本物の。ちょっと行きましょう。行きましょう。なんか少しはでいいの。いいですよ。じゃあそれでいくよ。でも唯一しおさんしか呼んでない。こんしゃー。内マップ。内マップ。前後選択後。あ、すごい。いやー、大きい。待って、何回やんのこれ。大丈夫今日。まだ起きてないよ。広いマップ大丈夫。まだ起きてないよ。まだ朝なんで。今日どんな動画になるんだろうね。どんな動画でも今日私たちはシンプルに YouTube の撮影ありますけど、楽しむことできちゃったよね。いや、そうですね。楽しむ、楽しんでる姿をお届けするだけなので。ただ私ただただ楽しむだけが任務今日。そうだよね。私たち実は3回目です、一緒にユニバー来るの。なんかファンの人あんまイメージなさそう。確かにあんまりなんかプライベートでめっちゃ遊んでるみたいなイメージないじゃないですか多分。合ってます。めちゃめちゃ合ってます。前来た時も結構弾丸でしたもんね。弾丸、日帰りで行ったから。私が猛烈な行きたい欲に付き合ってくれた。なおちゃんが待って、そろそろ始まりそう。始まりそう。今ここで新たな事件が起ころうとしている。小さくなっても頭脳は同じ迷宮なしの名探偵。新施設パシフィックブイの建設にも協力してください。まもなくに1階と表示されている方々はゆっくりとお下がりください。やばい、始まったんだけど。しかもめちゃくちゃ戦闘できちゃった。本当に戦闘できちゃった。めちゃくちゃ戦闘できちゃったけど。あー、わかんない。あ、すごい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 。皆様お待たせいたしました。ミッション1スタート5秒前です。あ、やばいやばい。5 4 3 2
ミッションはスタートです。あ、これかな。マイナスされた、マイナスされた。ちょっとどっかで取り戻さないといけないですね。取り戻さないと。あ、当たった、正解。できた、できた、できた。なんで怒ったの。私たちすごいよ。非常事態が発生しました。この音楽やばい。緊急脱出用の非常口がロックされ、マスターキーでの解錠もできない状態です。私が戦う。皆様には安全が確認されるまで、もうしばらくその場で待機をお願いします。うわ、みんな謎解きしてる。やばいね。やばいやばいやばい。なに、こっち決まりました。スバル兄さん。あ、愛ちゃんから来た。あ、もう愛ちゃんからも連絡来てすごい幸せ。こちら A 型早口チームです。終わりました。終わりました。バディ、うちらマジで名探偵。めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。だいぶ何、だいぶ何、だいぶ難しかったですね。難しかったけど、めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。伝わってきます。エスラールやって、あれです。めっ、めっ、ふわってした。感動した。なんか、うん、映画とこんなにリンクしてるっていうか、うん、何て言うんだろう、つながってるっていう言い方かな。 AI っていうのがつながってますよね。そうそう、ちょっとそういうコンピューターというか。そうそうそう。なんか来たことなかったっていうのもあって、うん、なんか謎解きだけのアトラクションかなって思ってたら、うん、私もちょっと思ってました。そうそうそう。それ以外の説明パートみたいな時も、うん、とにかく楽しくて、うん、って感じ。結構めっちゃ伝わりますよ。もう伝わった。はい、ということで次は上手にやってきました。行ってきます。楽しみ。これめっちゃ大好き。本当ですか。あ、めっちゃ大好き。私もめっちゃ好きなんで。あ、嬉しい。いい天気だ。いい天気の中ちょっとアトラクション楽しんできます。楽しんできます。行ってきます。バイバーイ。またね。さあ行きますよ。映画ジョーズの世界へ出発。チコ第3の。ところで皆さん、映画ジョーズ気にしてます。はい、ちょっと待ってください。どうした、アミティ3。アミティ3。どうした、アミティ3。そっか、アミティ3が沈没しています。場所は東大のすぐ近く。サメ、サメです。オープン。サメを発見。もう一発。うー、やばい。結構こんな前で見たの初めて。やばい。それじゃあみんなサメの餌になっちゃう。やだよ。しょうがない。餌はやだよ。ガソリンポンプ打っちゃいました。気持ちいい。やばい。マリーナミニおちょこちょい。マリーナミ。どこだ。待って、いる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 。そうだ、いるいる。私にいい考えが。このテーブルを使いましょう。テーブル、今度こそ私に任せて。さあ、どれ。乗ってきます。普段叫べないから叫びたい。叫びたい。叫びたい。行ってきます。行ってきます。ブテラノド、飛びますよ。
街とかで叫んだら怖がられちゃうから、こういうとこで私は普段叫ぶんだけど、確かに奈緒ちゃんも相当叫んでる。結構叫びましたよ。だからこれって結構叫ばないと思う。そうで、これ乗るとき最後に脱力するのが好きなんだけど今日脱力してたら、あの子やばい、あの子やばいって並んでる人に持ち寄りて、うわ楽しい。なんかやばい、もう髪の毛なんで崩れないの、本当に。やばい、やばいね。フライングダイナソー乗った後でもこの前髪って、これそれね、多分なんかの記録に乗れると思うこの YouTube にて証明されてなんかなんだろう、またまた私たちが大好きな、また大好きな場所に行きます。行きます。私たち意外と趣味が似てるんですよ。似てるんですよね。はい、ですから仲いいというのもあるかもしれませんね。そう、だって性格とかさ意外と真反対じゃない。そう、意外と真反対なんですよ、ね、けど趣味がそう、趣味はめちゃめちゃ合うんですよ。こちらです、こちらです。こっちこっち見えるかな。でん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 泣いちゃうのよ。やばいやばいやばい。私たち着替えました。着替えました。イエーイあの実際に私たち両診断をしたんですよね、はい、しました。ネットでその時に私がグリフィンドール、で私がスリザリン意外な、はい、あやばい、来ちゃった同じ寮生がいっぱいいるね。同じ寮生が結構スリザリンいたね。結構スリザリンいたじゃあ私たちは今から3本のほうきに、はい、3本のほうき来ました。お昼ご飯を食べに行きたいと思います。お昼食べます。あ、いっぱいある。うわ、めちゃくちゃあるな。でも実は結構食べたことある。私、あ、そうなんですか。ここ本当に常連ですから。さすがですね。バタービール飲みたいな。バタービール、あ、バタービールいいですね、うん、バタービール飲みたい。本当だ、フローズンバタービールありますよ。さっき言ってた、フローズンバタービール飲んで初めて見た。私も初めて見た。夏あんま来てないのかな、私。ユニバーサルスタジオジャパン映ってんのかな怖い家に。ハリーポッターいつぐらいから好きですか。ハリーポッターは小学生だね。ハリーポッターも、うん、でもそんなんの方が早かった、うん、小学校中学年ぐらいかな、うん、からずっと好きで、うん、ハリーポッターは高学年だね、うん、同じぐらいのどっぷりハマったのは。私も小学生の時に学校の図書室に本があったんですよ、うんうん、本タイプね。で私本から入って本タイプね。で、うん、あの読書感想文あるじゃないですか、うん、私あれ秘密の部屋書いたんですよ。小学校6年生の時だったから。すごいね。なんか毎日あのランドセルと手提げバッグっていうの持ってて、うんうんうん、手提げバッグにいつもあの重たい本が入ってました。母が作ってくれる系の。あ、そうですね。ね、うわ想像できるな小坂さんの小学生。映画も毎年、うん、あの字幕と、うん、あと、うん、普通の、うん、吹き替え、はい、吹き替えと、うわ、どっちも前作見返してます。マジか、はい、でもさ、その見方の方法教えてくれたの、はい、なおちゃん。あ、そうどっちも見ると面白いですよ。そう解釈というか、こう役の仕方とかが全然変わるので、なんかさ、コナン楽しく余韻に浸りまくってますね、うん、うわ、なんかずっとさ語れるね。やばいね、同じ趣味って最高だね。本当に最高です最高最高。あ、わあ、本当だ、フローズン出てる。あ初めてなんだけど、フローズンバタービール飲めるのかな。いただきます。はい、飲めてますか。飲め飲めてない。あ、ちょっとヒゲも微妙だからもう一回行ってくるなんとストローがあったみたいで気づきませんでした。すごい。待って、
ーだよ。あ、うわ、ミートロイじゃん。え、ホグワーツの H って書いてあるんです。ホグワーツの H。 なおちゃん食べたかったやつだよね、ミートパイ。どうかな、どうかな。うん、おいしい。うん、めっちゃおいしい。え、すごい、ミートミートミート、ミートミート、おいしい。うん、すごいすごい、大きいね、全部。めっちゃおいしそう。写真で見たより大きくて、うん、え、何から食べよう。いただきます。すごい、結構ボリューミーですね。ね、ボリューミーだね。めっちゃグッドサイン出てる。グー、うまうまくん変か。うまうまうまくん変。うま、魚うま。魚美味しいか。なんかこんな楽しんでいいのかな。で、楽しむがいいんだ。今日楽しむが、今日は楽しむが、そうだった、忘れてた。テーマなんで、これ食べてからもう一回さ、謎解きやる。再度挑戦。うん、幸せ幸せマンボウ、うまうまくひひん。何ですかそれ、さっき言ってましたけど。確かにこれなんだろう、ずっと言ってる。高校生の頃からずっと言ってる。うまうまくひひん。今作ったんじゃないんですか。違う、もうさ、やっと2期生とさ、うん、私は、まあ、なおちゃんは結構前から仲いいけどさ、うん、やっとすずちゃんとかひなってか、うん、最近結構多いですよね。そう、他の2期生とも喋れるようになってきて、喋れるようになったなと思ったら、もう7年ぐらい一緒にいるんだそうですよって思って、どんだけ時間かかってんだって思って。そんなもんですよ。そうだよね、時間大事だよね。時間が結局解決してくれるんで。そう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 、あの4期生とか最近入ったからさ、あんまり喋れない。でも小西ちゃんとすごい仲が、あ、小西ちゃんはね、喋れるね、仲いいかも。すごい仲いいなって感じます。波長が合いますね。確かにちょっと似てるなとは思う。本当、うん、どこが雰囲気。雰囲気嬉しいな。私なんか小西ちゃんの塩さん愛をすごい感じます。え、あ、本当に好きなんだろうなっていうのが。どの瞬間で。え、なんかもうにじみ出てますよ。そうなんだ。塩さんと喋ってる時の様子っていうか。嬉しい、それ自分が鈍感すぎて感じてる。塩さんと喋ったのも結構後だったじゃないですか。そうだね、だいぶ私たちも期間を思いましただいぶ期間必要でしたね。どんぐらいだろうね。ダサダじゃないですか。ダサダで仲良くなったっけ。19年20年とかそんぐらいで仲良くなった。でめっちゃ喋るようになって、ポジションも近かったじゃないですか。そうだね、いうのもあって。何年かかかるってことですね。いや、かかりますね、人見知りコンビだから。今から私たちはどこに行くでしょうか。とても楽しみなところです。あ、見えてくる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 。やだー、やだー、来たー、ホグワーツやばいな。いや、ほんと心が踊る。心踊ってます。心踊ってます、めっちゃ踊ってます。明日のことなんて考えなくて。今は考えなくて。そうだ、明日のことなんて考える。今は考えない。楽しかった。めっちゃ楽しかった。最高だった。最高ですね。久々に乗ったんだけど、うん、ディメンターに私たち襲われた時にさ、うん、ハリーが、僕から離れないで。もうイケメン、かっこいい。好き。やばい、好き。一生離れないよってずっと言ってたら、守ってくれるの本当にイケメン。外に出てきちゃった。出てきちゃった。ハリーから離れちゃった、また。ありがとう、ハリー。ありがとう、ハリー。大好きだよ。また帰ってくる。また帰ってくるよ。また来るね。バイバイ。バイバイ。さあ、続いて、はい、私の大好きな、大好き、大好きなアトラクションに行きます。もうすぐで、クローズしちゃうんですよね。悲しいことに。最後かもしれない。はい、最後かもしれないの。楽しみだよ。うわここに来たんだ。博士が暴れてる。
好きです。何が起こるか分からないんだぞ、はい、とにかく気をつけてください。いいサングラスだね。やだやだ、かっこいい。期待されてる。まだか、はい、メテオロジンクス。おお、すごい、すごい、できた、できた。アグアメンティ、アグアメンティ、あれアグアメンティ、すごいすごい、大きいの出ましたよ。